散財は人生や。どうも直島です。今回は代行制作でコンパクトな動画編集用 PC を自作していきたいと思う。まあぶっちゃけ編集用に使う PC はなるべくでかい方がええと思うんやけど、かといって小さいせいで壊れたこともないから多少パーツの寿命が縮む程度なんやろうね。ってことでまずはパーツ紹介から。今回のケースは N ケースの M1。 M1 って名前は Apple の CPU とは関係ないと思うけど、それでもなんとなく Apple っぽい雰囲気は出てるよね。とにかくデザインが洗練されてて高級感が漂う美ボディ。フロントパネルの位置がちょっと珍しくて、電源ボタンから何まで全部下に集約されてるな。上側にボタンがあるとデスクに載せた時に押しにくいから、これはかなり便利そう。端子はイヤホンジャックとタイプ C が1つずつ、タイプ A が2個。前面以外の部分は全部穴だらけになってて、小さいなりに通気性は良そうやね。熱がいかにこもらないようにできてるかがこの手のケースの課題。CPU はインテル最新11世代、Core i7-11700K。最初こっちで構成した時の CPU は AMD で提案したんやけど、依頼主曰くインテルの方がいいとのことで 11700K。最近何かと叩かれがちなインテルやけど、まあ需要はあるよね。Twitter で見えるものだけが全てじゃないんだ。三つお。値段は価格コムで見た感じやと大体4万7000円くらい。発売してすぐより落ち着いてきて1万円くらい安くなってるな。マザボはアスロックの Z590M の ITX。 今回のケースの側面パネルはガラスじゃなくてメッシュになってるから、 LED で光るパーツは一切使わない方針でパーツ選定してみた。値段は2万3000円くらいやけど、これでも Z590 のミニ ITX の中だと最安ね。個人的にマザボは高くなっても変わる性能が一番分かりにくいパーツやと思ってて、なんか特殊な理由でもない限りは安いのにしとけばいいと思ってる。今回 Z590 使ってる理由としては M.2 の規格が Gen 4に対応してるからやね。動画編集用途になると使うファイルが重めやから、ちょっとでも早くって感じ。逆に最新 M.2 を使わないんやったらマザボが Z590 じゃなくてもいいね。旧型のマザボにすれば1万円台のもわんさかある。背面パネルはこんな感じ。安いマザボだとこの辺の端子数が少なくて不便やったりするけど、これの場合は USB が5本、 H シリーズあたりの安いのより1本多いね。メモリは G-SKILL の 16GB2 枚。確かメモリの速度が 3200MHz でも 3600MHz でもそんなに変わらんなってことで選んだ気がする。光るとそれだけ高くなるから、だいたい 3200MHz のを選ぶんやけど、今回は特別。見えないのが残念やけど、この迷彩柄もなかなかかっこええな。たまには光らないかっこいいビルド組むのも企画としてありかもね。グラボは MSI の RTX3060。ファンの近くの LED が若干光るっぽいけど、まあ関係ないな。2連ファンで小さいケースにも入るのを選んでみた。CPU クーラーは NZXT のクラーケン X53。 何回も言うけど今回の PC は中が見えへんから光る必要はないんやけど、このクーラーは依頼主の要望。まあ有名メーカーやし安心感が大事なのもわかるわ。最近 MSI からもディスプレイ付きのクーラーが出たから、いい感じに競争して値下げしてほしいところ。 CPU が11世代でマザボが Z590 ときましたら、ドラゴンのやつ。ゲーム用やったら 500GB くらいのを1枚にして安く収めたいところなんやけど、今回は動画編集用やから余裕を持って 1TB。 まあ YouTube やってみたら 1TB くらいすぐ埋まるんやけどね。依頼主の本職は別の仕事やから、何目的で動画編集するか聞けばよかったな。電源はクーラーマスターの V650。 なんでこれ選んだのかほとんど覚えてないんやけど、多分この容量の中だと安かったんかな。今までいろいろ組んできたけど、電源のせいでなんか起こったことなんか一回もないし、ぶっちゃけ端子の種類と数が多かったらそれでいいと思ってるわ。あとはファンが常に回転するか状況次第で回るかどうかやな。まずはメモリ取り付け。マザボの裏側はトゲトゲしたハンダとかがくっついてるから、柔らかいものを下に敷くとええで。今はマザボの袋を使ってるけど、布とか段ボールあたりでいいと思う。起動確認とかの時は敷かんようにね。SSD はでっかいヒートシンクの下に入れるみたい。なんとなく2枚目は裏についてるイメージやけど、横並びになってるのは初めて見た気がするわ。ミニ ITX で裏にあると付け外しがかなり大変になるから、2枚とも表にあるのは結構後々楽になりそう。
多分この辺を組み上がった後も配線で塞がることはないと思う。個人的に CPU の取り付けはインテルより AMD の方が楽。この金具パーツの扱い方がいまいちまだ分かってないんよな。ピンの硬さも非人道的やし、もうちょっと初心者に優しい仕様にしてほしいところ。次世代のインテル CPU はいろいろ変わるみたいやけど楽しみやね。マザボはケースに組み込む前にまずクーラー用のアタッチメントを用意しておきます。今回のケースは裏側に大きく穴が開いてるから別にどっちが先でも問題ないと思う。こうやってケースにマザボ入れてみるとなんかケースでかくねって感じがするけど、広角レンズで撮ると近いものが大げさに大きく遠いものが大げさに小さくなる効果の影響やね。まあ実際のところは最小レベルのケースより気持ち大きいくらいのサイズ感やな。電源は先に配線を電源側につけとく。構造にもよるけど基本的に電源は配線の穴がケース内側に向いてるから後から挿すと大変やからね。今回の場合も電源ボタンが外側で配線コネクタが内側にある。ちなみに今回のケースの場合、電源のコンセントはケース背面のやつにつなぐ仕様。大元の電源タップは天面パネルで隠れるみたいやね。個人的にミニ ITX と水冷クーラーの組み合わせはハードル高め。ただでさえちまちました作業やのにやることが多すぎなんやこれ。細かい配線がありつつホースは硬いしで取り回しが大変や。実はこの PC 組んでるのって自分の水冷クーラー壊した直後やから、あの時のトラウマがまだ癒えてないんよね。振り返ってみたら直島が自作 PC でトラブルを起こしたのって全部水冷クーラーの時な気がするわ。一旦配線の整理は置いといてグラボ取り付け。ほんまに入るか入らんかどうかのギリギリ感。人によってはグラボのケースを外して自前のファンに取り替えて使ってる人もいるんやけど、今回は諸事情でこのまま使っていきたいと思う。基本的に PC の熱って CPU の方を気にする人はおっても、グラボの方まで気にする人はあんまおらんよね。ワイもその一人やったりするんやけど、ちょっとくらい熱くなってもええんちゃうか。あれ元からファン2枚ついてるわけやし、別のファンにしたところで変わらん気がするんやけどな。配線整理のコツは勇気と強情な心を持つこと。綺麗にしようなんて思わずにどんどん押し込んでいくことが重要や。ミニ ITX で綺麗に配線とかまず無理やからな。小さい電源ってコードがかなり短くなってて、ミニ ITX でも配線整理しやすくなってるんやけど、いかんせん硬いもんは硬いから結局大変なんやな。別売りだと柔らかいタイプのも売ってるけど、なんでデフォルトで柔らかくないのか謎やね。ケース閉めようと思ったらグラボの補助電源のところが干渉して入らんかったわ。ってことで買ったのが iNEX の変換プラグ。補助電源のところに挿して反対側に差し込み口を移動できるっていう代物やね。まさに今の直島のために作られたかのようなプラグ。というかこれがないと入らないケースをそもそも作るなよバカ野郎って思う人もいそう。とりあえずこれでグラボはギリギリ入るよう一件落着。今回はこれが絶対必要やから使ったわけやけど、普通の構成でもこれ使うのありやね。グラボのケーブルが手前に垂れてるのって結構不格好やからかなりスッキリできそう。最後はファン取り付け。これで完全にかっこいい水冷ヘッドも何もかも見えんくなってしまったな。仮に光ってたとしても多分外には見えんと思う。あとは蓋閉めたら完成。ネジもいらんし、磁気テープでもない仕組みでかなりいいねこれ。ネジ式は頑丈なんかもしれんけど、メンテナンスするのがだるくなるから撤廃してほしいわ。パネル全面閉めたら中は全部見えんくなるけど、このグラボ面の見た目もかなりいいと思う。このパーツが隙間なく埋まってる感じ、かなりかっこいいわ。果たしてこのギチギチボディで冷やすことはできるのか。BIOS を開いたら、とりあえずメモリ速度をパッケージ速度に合わせとく。CPU のオーバークロックとかあんま知らんから、下手にいじらずに定格にしとくで。毎度おなじみ、気持ち程度のベンチマーク。ぶっちゃけスコアはどうでもよくて、温度がどこまで上がるのかを知りたい。結果は高くても50度程度で、基本は40度台を推移。やっぱある程度ケースの中に余白があるから空気の通りがちゃんとできてるっぽいわ。次は動画エンコード。これもさっきと同じ基本30度くらいで、暑い時に50度超えるくらいの暑さ。少なくとも定格で使ってる分には問題なく冷えてるみたいでよかったわ。やっぱミニ ITX には水冷ファンがええな。めんどくさいけど冷えるのは間違いない。ってことで今回は N ケース M1 でコンパクト動画編集用 PC を組んでみた。このケースは無印系のシンプルなデスクにも目立ちすぎずいい感じに馴染むと思うわ。ちょっと大人なケースが欲しい人はぜひ買ってみてな。今回の動画がいいと思ったらコメントよろしくな。ほな、散財は人生やで。
直島植物日記。完全に死んでたと思ってたマミコとキルサンタススピラリス。気づいたら葉っぱが生えてきて今ではこの調子や。昨日まではちょっと葉っぱが見えるくらいやったのに、植物が育つときは一瞬やね。まだまだ元の長さに比べたら短いんやけど、もう巻き始めてる。水分メーター入れてから水やりのタイミングが良くなったみたいでよかったわ。最近天気が良くない日が多いけど、このまま順調に育ってほしい。